日、その一、星空を見上げると、音もしないで何匹もコウモリが飛んでいる。その姿は見えないが、瞬間瞬間光を消す星の具合から、気味の悪い竹類の飛んでいるのが感じられるのである。人々は寝静まっている。私の立っているのは、半ば朽ちかけたうちの物干し場だ。ここからは、うちの裏横手の路地を見通すことができる。近所は、港に燃やった無数の海鮮のように、ただぎっしりと立て込んだ家の、同じように朽ちかけた物干しばかりである。私はかつて、ドイツのペッシュシュタインという画家の、街に嘆けるクリストという絵のすり物を見たことがあるが、それは巨大な工場地帯の裏地のようなところで、ひざまずいて祈っているキリストの絵像であった。その連想から、私は自分の今出ている物干しが、なんとなくそうしたゲッセマネのような気がしないでもない。しかし私はキリストではない。夜中になってくると、病気の私の体はほてり出し、そして目が冴える。ただ、妄想という怪獣の餌食となりたくないためばかりに、私はここへ逃げ出してきて、少々体には毒な夜露に打たれるのである。どの家も寝静まっている。時々力のない咳の音が漏れてくる。昼間の知識から、私はそれが路地に住む魚屋の咳であることを聞き分ける。この男はもう商売も辛いらしい。二階に曲がりをしている男が、一度医者に診てもらえというのにどうしても聞かない。この咳はそんな咳じゃないと言って隠そうとする。二階の男がそれを近所へ触れて歩く。家賃を払う家が少なくて、医者の払いが皆目集まらないというこの町では、肺病は陰陰な戦いである。突然に葬儀自動車が来る。誰もが死んだという当人の、いつものように働いていた姿をまだ新しい記憶の中に呼び起こす。床についていた間というのは、だからいくらもないのである。実際こんな生活では、誰でもが、おのずから絶望し、おのずから死ななければならないのだろう。魚屋がせいている。かわいそうだなぁと思う。ついでに私の咳が、やはりこんな風に聞こえるのだろうかと、私の分として聞いてみる。先ほどから、路地の上には盛んに白いものが往来している。これは、この路地だけとは言わない。表通りも夜更けになるとこの通りである。これは猫だ。私は、なぜこの町では猫がこんなに我が物顔に道を歩くのか考えてみたことがある。それによると、第一この町には犬がほとんどいないのである。犬を飼うのはもう少し余裕のある住宅である。その代わり、通りの家では商品をネズミにやられないために大抵猫を飼っている。犬がいなくて猫が多いのだから、自然往来は猫が歩く。しかし何と言っても、これはずうずうしい不思議な気のする深夜の風景には違いない。彼らは、ブールバールを歩く貴婦人のように悠々と歩く。また市役所の測量交付のように、辻から辻へ走っていくのである。隣の物干しの暗い隅で、ガサガサという音が聞こえる。石声だ。小鳥が流行った時分には、この町では怪我人まで出した。一体誰が初めにそんなものを欲しいと言い出したんだと人々が思う自分には、おはうちからしたいろいろな鳥がスズメに混じって餌をあさりに来た。もうそれも来なくなった。そして隣の物干しの隅にはすすで黒くなった数匹の石精が生き残っているのである。昼間は誰もそれに注意を払おうともしない。ただ夜中になってへんとこな物音を立てる生き物になってしまったのである。この時、私は不意に驚いた。先ほどから、路地をあちらへ行ったりこちらへ来たり、二匹の白猫が盛んに追っかけ合いをしていたのであるが、この時ちょうど私の目の下で、不意に彼らは小さなうなり声を上げて組打ちを始めたのである。組打ちといっても、
それは立って組打ちをしているのではない。寝転んで組打ちをしているのである。私は猫の交尾を見たことがあるが、それはこんなものではない。また子猫同士がよくこんなにふざけているが、それでもないようである。何かよくはわからないが、とにかくこれは非常に生めかしい所作であることは事実である。私はじっとそれを眺めていた。遠くの方から夜景のつく棒の音がしてくる。その音の他には町からは何の物音もしない。静かだ。そして私の目の下では彼らがやはりだんまりで、しかも実に余念なく組打ちをしている。彼らは抱き合っている。柔らかく噛み合っている。前足でお互いに突っ張り合いをしている。見ているうちに、私はだんだん彼らの所作に引き入れられていた。私は今、彼らが噛み合っている気味の悪い噛み方や、今彼らが突っ張っている前足の、それで人の胸を突っ張る時の可愛い力やを思い出した。どこまでも指を滑り込ませる温かい腹の煮焦げ。今一方のやつは、それを揃えた後足で踏んづけているのである。こんなに可愛い、不思議な、生めかしい猫のありさまを私はまだ見たことがなかった。しばらくすると、彼らはお互いにきつく抱き合ったまま、少しも動かなくなってしまった。それを見ていると、私は息が詰まってくるような気がした。とその途端、路地のあちらの端から夜景の杖の音が急に路地へ響いてきた。私はいつもこの夜景が回ってくると、家の中へ入ってしまうことにしていた。夜中遅く、物干しへ出ている姿などを私は見られたくなかった。もっとも、物干しの一方の方へ寄っていれば見られないで済むのであるが、雨戸が開いている。それを見て大きい声を立てて注意をされたりすると、なおのこと不名誉なので、彼がやってくると早々家の中へ入ってしまうのである。しかし今夜は、私は猫がどうするか見届けたい気持ちでわざと物干しへ体を突き出していることに決めてしまった。夜景はだんだん近づいてくる。猫は相変わらず抱き合ったまま少しも動こうとしない。この互いに絡み合っている二匹の白猫は、私をして欲しいままな男女の地帯を幻想させる。それから果てしのない快楽を私は引き出すことができる。夜景はだんだん近づいてきた。この夜景は昼は葬儀屋をやっている、何とも言えない陰気な感じのする男である。私は彼が近づいてくるにつれて、彼がこの猫を見てどんな態度に出るか、興味を起こしてきた。彼はやっと、もうあと2軒ほどのところで初めてそれに気がついたらしく、立ち止まった。眺めているらしい。彼がそうやって眺めているのを見ていると、どうやら私の深夜の気持ちにも、人と一緒に物を見物しているような感じが起こってきた。ところが猫はどうしたのか、ちっとも動かない。まだ夜景に気がつかないのだろうか、あるいはそうかもしれない。それとも鷹をくくって、そのままにしているのだろうか。それはこういう動物のずうずうしいところでもある。彼らは、人が危害を加える気遣いがないと、落ち着き払って少しくらい追ってもなかなか逃げ出さない。それでいて、実に抜け目なく観察していて、人にその気配が兆すと見るや、たちまち逃げ足に移る。夜景は、猫が動かないと見ると、また二足三足近づいた。するとおかしいことには、二つの首が、くるりと振り向いた。しかし彼らはまだ抱き合っている。私はむしろ夜景の方が面白くなってきた。すると夜景は彼の持っている杖をトンと猫の間近でついてみせた。とたちまち猫は二条の放射線となって路地の奥の方へ逃げてしまった。夜景はそれを見送るといつものようにつまらなそうに再び杖を鳴らしながら路地を立ち去ってしまった。物干しの上の私には気づかないで。その二、私は一度カジカをよく見てやろうと思っていた。
カジカを見ようと思えば、まず大胆にカジカの鳴いている背の際まで進んでいくことが必要である。これはそろそろ近寄っていっても、カジカの隠れてしまうのは同じだから、なるべく迅速に行うのがいいのである。背の際まで行ってしまえば、今度は身を潜めてじっとしてしまう。俺は石だぞ。俺は石だぞ。と念じているような気持ちで少しも動かないのである。ただ、目だけはランランとさせている。ぼんやりしていれば、カジカは谷の石と見分けにくい色をしているから、何も見えないことになってしまうのである。やっとしばらくすると、水の中やら石の影から、カジカがそろそろと首をもたげ始める。気をつけて見ていると、実にいろんなところから、それが皆申し合わせたように同じくらいずつ、恐る恐る顔を出すのである。すでに私は石である。彼らは等しく恐怖をやり過ごした体で元のところへ上がってくる。今度は私の一望のもとに、よぎないところで中断されていた彼らの求愛がアンコールされるのである。こんな風にして、間近にカジカを眺めていると、時々不思議な気持ちになることがある。芥川龍之介は、人間がカッパの世界へ行く小説を書いたが、カジカの世界というものは案外手近にあるものだ。私は一度、私の目の下にいた一匹のカジカから、忽然としてそんな世界へ入ってしまった。そのカジカは、背の石と石との間にできた小さい流れの前へ立って、あの奇怪な顔つきでじっと水の流れるのを見ていたのであるが、その姿が、南画のカッパとも漁師ともつかぬ典型人物そっくりになってきた。と思う間に、彼の前の小さい流れがさーっと広々とした川に変じてしまった。その瞬間私もまた、その天地の枯渇たることを感じたのである。これはただ、これだけの話に過ぎない。だがこんな時こそ、私は最も自然な状態でカジカを眺めていたと言い得るのかもしれない。それより前、私は一度こんな経験をしていた。私は谷へ行って、泣くカジカを一匹捕まえてきた。桶へ入れて観察しようと思ったのである。桶は浴場の桶だった。谷の石を入れて水をたたえ、ガラスで蓋をして座敷の中へ持って入った。ところがカジカは、どうしても自然な状態になろうとしない。ハエを入れても、ハエは水の上へ落ちてしまったなり、カジカとは別の生活をしている。私は退屈して湯に出かけた。そして忘れた自分になって座敷へ帰ってくると、チャブンという音が桶の中でした。なるほどと思って、早速桶のそばへ行ってみると、やはり先ほどの通り隠れてしまったっきりで出てこない。今度は散歩に出かける。帰ってくると、またチャブンという音がする。あとはやはり同じことである。その晩はそばへ置いたまま、私は私で読書を始めた。忘れてしまって体を動かすと、また飛び込んだ。最も自然な状態で、本を読んでいるところを見られてしまったのである。翌日、結局彼は慌てて飛び込むということを私に教えただけで、体へ部屋中の埃をつけて、私が開けてやった障子から谷の水音のする方へ飛んで行ってしまった。これ以後、私は二度とこの方法を繰り返さなかった。彼らを自然に眺めるには、やはり谷へ行かなくてはならなかったのである。それは、あるカジカのよく鳴く日だった。カジカの鳴く声は街道までよく聞こえた。私は街道から杉林の中を通って、いつもの背のそばへ降りていった。谷向こうの木立の中では、瑠璃が美しくさえずっていた。瑠璃はカジカと同じく、その頃の谷間をいかにも楽しいものに思わせる鳥だった。村人の話では、この鳥は一つの洞、山あいの木のたくさん茂ったところにはただ一羽しかいない。そして他の瑠璃がその洞へ入っていくと、喧嘩をして追い出してしまうという。私は瑠璃の鳴き声を聞くと、いつもその話を思い出し、それを最もだと思った。それはいかにも、我と
我が声の反響を楽しんでいる者の声だった。その声はよく通り、一日中変わっていく谷合いの日差しの中でよく響いた。その頃、毎日のように谷間を遊びほうけていた私は、よくこんなことを口ずさんだ。西平へ行けば西平の瑠璃、瀬古の滝へ来れば瀬古の滝の瑠璃。そして私の降りてきた瀬の近くにも同じような瑠璃が一羽いたのである。私は果たしてカジカの鳴きしきっているのを聞くと、さっさと瀬のそばまで歩いていった。すると彼らの音楽は旗と止まった。しかし私は規定の方針通りにじっとうずくまっておればよいのである。しばらくして彼らはまた元通りに泣き出した。この背にはことにたくさんのカジカがいた。その声は背をどよもして響いていた。遠くの方から風の渡るように響いてくる。それは近くの背の波頭の間から高まってきて、目の下の一段で高潮に達しる。その電波は微妙で、絶えず湧き起こり、絶えず揺れ動く一つの幻を見るようである。科学の教えるところによると、この地球に初めて声を持つ生物が生まれたのは、石炭紀の両生類だということである。だからこれがこの地球に響いた最初の生の合唱だと思うと、いくらか壮烈な気がしないでもない。実際それは聞く者の心を震わせ、胸をワクワクさせ、ついには涙を催させるような種類の音楽である。私の目の下にはこの時一匹のオスがいた。そして彼もやはりその合唱の波の中に漂いながら、ある間を見ては彼の喉を震わせていたのである。私は彼の相手がどこにいるのだろうかと探してみた。流れを隔てて一尺ばかり離れた石の陰におとなしく控えている一匹がいる。どうもそれらしい。しばらく見ているうちに、私はそれがオスの鳴くたびにゲゲと満足げな声で受け答えをするのを発見した。そのうちにオスの声はだんだん冴えてきた。ひたむきに鳴くのが私の胸へも応えるほどになってきた。しばらくすると彼はまた突然に合唱のリズムを乱し始めた。鳴く間がだんだん迫ってきたのである。もちろんメスはゲゲとうなずいている。しかしこれは声の震わないせいか、オスの熱情的なのに比べて少しのんきに見える。しかし、今に何事かなくてはならない。私はその時の来るのを待っていた。すると、案の定オスは、その激しい泣き方をひたと泣きやめたと思う間に、スルスルと石を降りて水を渡り始めた。この時、その可憐な風情ほど私を感動させたものはなかった。彼が、水の上をメスに求め寄っていく。それは人間の子供が母親を見つけて甘え泣きに泣きながら駆け寄っていくときと少しも変わったことはない。ギョ、ギョ、ギョ、ギョと泣きながら泳いでいくのである。こんな一心にも可憐な求愛があるものだろうか。それには私はすっかり当てられてしまったのである。もちろん彼は幸福にメスの足元へ至りついた。それから彼らは交尾した。爽やかな清流の中で。しかし、少なくとも彼らの地上の美しさは、水を渡る時の可憐さにしかなかった。世にも美しいものを見た気持ちで、しばらく私は、背を揺るがすカジカの声の中に没していた。